るやつ。はい、自分で本気に目が見える向こうの可愛い人間。はい、ありがとうございます。今のチャンネルは今までの関係者だったからでしょうか、無駄金融上手になったということでございます。ね、500円で外れなし、7等ですが、なんと愉快人とピアチケットですよ、今話題のね、愉快人とですよ、温泉です。さあ、いかがでしょうか、1等はグアムピアチケットでございますね。頭の上に買いましたか、皆さんね。大丈夫ですか、空気だれですか、出た、はい、あ、できるんだ。じゃあ、彦八祭りとかけまして、彦八祭りとかけまして、はい、海とかけます。海と解く、その心は人がいっぱいでしょう。うまい、素晴らしい、今度武将を超えました。王子再現、今回の出し物は伊予物落語会、太平三郎師匠をはじめとする笑いの伝わるが落語に挑みます。あちら3周年午後5時開演、涼しいところでゆっくり落語を鑑賞、いかがでしょうか。ご来場ありがとうございます。落語を初めて聞いてから、もう落語全体に魅了されまして、はい、今では落語家さん皆さん大好きで、UFO さんとかも大好きです。あ、月亭好きですね。はい、月亭好きです。はい、で私の名前がまだ出てきません。次に出てこない、失格にします。次に出てこない。次に好きなのが、ハットさん。失格失格です。はい、ありがとうございます。第20代お茶とクイーンはエントリーナンバー13番マロナロミさんです。おめでとうございます。はい、6点牧場の末技術家のペア宿泊券お食事付けでございます。あ、そして化粧品も、皆さんに差し上げて、クイーンの方にね、もういい商品ばっかり出てるんですけども、うん、今年はまた例年に勝ることながら、なんと上位3組の方にはですね、海外旅行と、はいはい、いや、すごいですね、本当に。反応変わった、反応が変わる。いや、昨日もう出た時びっくりしました。僕ちょっと遅れてきたじゃないですか、お客さんの目が本気ですもん。本気やな、本気の目、すごい。海外旅行、ちなみに海外旅行に行きたい方、すごい、すごいですね。あ、割と真ん中の方意欲的じゃないですね、はいはい、私たちは温泉がいいわみたいな、温泉がいい、控えめなんか欲同士がよくわからないような。なるほど、温泉も、温泉もございますよ。ありますよ、素晴らしい温泉の、ね、素晴らしい温泉があるんですよ、はい、生玉温泉とか、ね、生玉温泉これ近所の風呂屋、この辺の風呂屋じゃないですか、リーズナブルで、リーズナブルで、お世話で500円以下プロスローされてるんです。彦八くんをまず紹介しなければ。これ僕らがつくんじゃないんですよ、これ。そう、私もちろんですよ、我々がついたらまたお客さんがこれはなんかインチキしとんちゃうかとか、確かに、ね、疑り深い目があったりとか、お客さんにあげたらあかんから。そう、毎年彦八くんが来てくれてるんですよ、ありがとう彦八くん、今日頑張って。お、すごい、すごいね。ちょっともう一回紹介しますから、ちょっと全然拍手なかったからなんかね、盛り上がりにかけるね、盛り上がりましょう、みんなで盛り上がりましょう、ね、彦八くんです、どうぞ。いや、おお、あ、すごいね、人気あったらございます、はい、はい、こちらは彦八くんではございます。いや、わかります、わかります、わかりますよ、それは。そう、もうくんという年でもないですし、失礼や、くんとは言わないでしょ、失礼な、毎年やったんで、僕らも社長みたいな人ですよ、くんって呼ぶ人、多分劇団オーライさんや、あ、劇団オーライさんさんでございますか、役者さん、ありがとうございます、もう毎年お世話になりまして、これをやっぱちゃんと混ぜないとですね、はい、いや、前も僕ちゃんどうも、いや、そう、ナンバーね、私まだ工事現場から出てくるぞから、まあ、落語家なんでございます。焼きそば買うてくださった方手挙げてください。あー、おー、売れてますね、売れてるね、あなたたちには当たります、当たる、私が覗いて番組聞いて、構成です、構成にやってます、構成にやってます、構成にやってますよ、ほんまに。3人でいいんですか、私も。でも、ね、もちろんですよ、お二人盛り上げてありました、拍手で盛り上げてはいて、はいはいはい、私冷ややかに見てたけど、皆さんの皆さんの思いは早せえじゃあもうカレーうどんとご飯ぐらいかね、あー、そうそう、美味しいですよ、そば吉さんのそば焼きでもカレーうどんがあるとカレーそばも、カレーそばもこれがまた絶品なんですよ、私もよくいただくんですがね、じゃあ行きましょう、はい、行きましょう、どうぞ。そば吉さん1番、ま、すいません、よろしいでしょうか、はい、どうぞ、質問しておけば6番の方です。ほら、6番の方、質問しておけば6番、まだ分からん、まだ分からん、さあ、その質問2桁目どうぞ。はい、
7番、76番の方、76の方、はい、おめでとうございます。ノベルティグッズでございます。よかったね、ノベルティグッズ。テレビ大阪見てる？あ、よかったね、もうね、バトルでございまして今日は楽しいや、皆さんの四五ほいほい、あいやこらせどっこいせ、月で蜂蜜頑張って、みんなの気持ちが天に通じまして、雨や風も吹っ飛んで、ええ天気になって大成功の彦八祭りをおめでとう。皆様ありがとう、ごゆっくり。ありがとうございます。いや、師匠ありがとうございます。ありがとうございます。ね、今日はね、昨日ね、ザコバショーでやってくれたんですけど、はいはいはい、今日はね、師匠ちょっとこれポンとついていただいて、ありがとうございます。何をしてはるんですか。細かいギャグやるな、ほんまに。ありがとうございます。いや、師匠についていただけるのめちゃめちゃありがたいですよ。ちょっとやってもらいました。そうそうそう。さあ、いい機会。師匠、無邪気すぎます。頼むわ。無邪気すぎます。もう還暦なんですから、しっかりとはい、もう今一度、はい、紹介させていただきます。桂文福師匠でございます。ありがとうございます。いきましょう。はい、はい、お願いします。師匠、あのね、師匠すみません、あの見てつくのはやめてください。いきますね、はい、いくらの止め、いきましょう。はい、やった。えまずは、はい、おやりました。やりました。まずは、はい、まずは下一桁が5番、これ3位ですよね。はい、3等でございます。5番、はい、5番、はい、これちなみに3等は何でしたですか。3等ね、じゃあこれね、全部あの引き分けから紹介しましょう。引き分けからですか。楽しみにしましょう。やりました。これが盛り上げ上手でございます。なんなんやろこの。はい、それでは師匠、続いてお願いします。よろしいですか。いきましょう。はい、いくたまのためやったった、いきました。お、はい、きました。続いては、はい、1番、1番、はい、1番でございます。さあ、そしてもう一桁、いきましょう。はい、よっしゃー。お、弓取り式、弓取り式、弓取り式、すごいね。お、これ何流ですか、この今の弓取り式は。シーン。で、は、引きました。お、出てきましたな。はい、よろしいですか。あ、すごい、はい、三等、はい、こちら当たりましたのは9番、915番。おめでとう、おめでとう、おめでとう、おめでとう。いや、すごい、すごい。沖縄3日間ペア旅行、よいしょー、やりました。いや、いいよ、はっ、およっ、いや、出た。はい、出ました。伊東、バンコク、やめた、航空券、はい、さあ、それでは行きましょう。どうぞ。見た目は0番、31番の方、31番の方、いらっしゃいますか。31番、あ、お嬢ちゃん、おめでとうございます。おめでとう、あちらのお嬢ちゃんに、バンコク旅行の、いやー、よかったね。あのお嬢ちゃんとかけまして、あちらのお嬢ちゃんとかけまして、ビトインやグッチの高級カバンと道具、ビトインやグッチの高級カバンと道具、その心はかわいい、かわいい、素晴らし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 い。ただいま下2桁が60でございます、はいはい、ちなみにさあ、あと1桁でございますが、はい、下2桁60のお客様、ちょっと手挙げていただけますでしょうか。はい、いかがですか。お姉さん、お姉さん、お姉さん、はい、はい、他には、他には、はい、他に、え、もう他にいない、他に、あー、こちらの、はい、下2桁60、はい、ちなみに何番ですか。あと6、はい、はい、こちらのお姉さんは何番。え、 1か6か、1か6か、16の勝負、16の勝負。どんな勝負なんですかそれ、どういう対抗戦ですかそれ。さあ、それでは、いや、はい、これ怖いな、はい、元禄年間生玉でよ、これらは彦八辻話よ、今に伝える皆さんの上方落語をごひいきによ、いくね、はい、行かれよ、よっしゃー。さあ、さあ、さあ、行きましょう、行きましょう、はい、よっ、よっ、はっ、さあ、何番でしょうか。それでは、最後は文法です。おお、出たー、出た、よろしいでしょうか。いいですか、発表します。おめでとうございます。一番のお母様、一番、お母さん、おめでとう、おめでとう、お母さん、お母さん、おめでとう、お母さん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 、さあ、さあ、確認させていただきますね。はい、はい、ちょっと、はい、ちょっと、ガム旅行4日間、はい、
お父さん、すいません、個人的な話は後でお願いします。どうぞ。さあ、お名前を聞き出しましょう。どちらから、はい、お名前からどうぞ。はい、平方からお越しの、はい、お名前いただいてよろしい。のぎです。はい、のぎ、のぎ様、のぎさん、はい、はい、奥様、ご夫婦で、はい、奥様ですか。はい、奥様、お名前の方お願いします。のぎともこです。ともこさんでございます。ご夫妻でございます。奥様の握っておられた剣がガムでございます。はい、ガム刀は行かれたことはない。初めてでございます。さあ、それでは文福師匠からお祝いの言葉をしたこと、はい、はい、よろしくお願いします。お二人さんとかけまして、お二人、乃木ご夫妻とかけまして、いや、うん、ジャックと豆の木ととく。お、ジャックと豆の木ととく。その心は、長生き長生き長生き。うまい。どうもありがとうございます。おめでとうございます。堺住吉伊勢音頭より始まり。